じゃあ教えてよ、口縄さん。なでこはどこに行ってどこを探せばいいの？小読みお兄ちゃんの家だよ。密閉空間なんてもんはこの俺様には通用しねえっつうの。あらゆる結界を無効化するのがこの俺様なんだぜ。でもやっぱり不思議だよ。それを小読みお兄ちゃんが託されたってことだろうよ。でも託されたって誰から？さあな。なでこが小読みお兄ちゃんを好きなのって、そうしていれば傷つかずに済むからなんだよ。だってほら、恋愛ってすっごくエネルギーを使うじゃない。目移りせずに済むし、迷わずに済むし、月日ちゃんの言う通り。強いて言うなら、彼が荒らぎ小読みだったからというしかないでしょう。おい、なでこちゃん。すごい。ひょっとするとこういう本のページとページの隙間に口縄さんの身体があるかもしれないじゃない。そのページに挟んであったそのしおりの方だよ。あ、これはしおりじゃなくてお札？そういう形で保存してあったわけか。俺、なでこちゃん、さっさとそのお札を俺様に食わせてくれよ。食わせて。安心しな、約束は守るぜ。他にも願いがあれば叶えてやるぜ。ん？ねえのかい、なでこちゃん。願い事、どんな高望みだって構わないぜ。大好きな、大好きな小読みお兄ちゃんと両思いになりたいとか、そんなお願いでも叶うのかな？そいつは叶わないな、戦国。